命の現場からは、元慶應義塾大学病院の府長を務めた江川春による長編医療小説。1999年9月20日に小学館より刊行された。および、これを原作としたテレビドラマシリーズ。命の現場からと題して、MBS 制作により TBS 系の昼ドラマ枠で1992年から2001年まで放送されたテレビドラマシリーズ。 全7作。放送時間は毎週月曜日から金曜日の13時30分14時。第1シリーズはドラマ30枠の第1作目となった。主演は中村玉緒で患者や看護師、医師からも絶大なる信頼が寄せられる看護師長杉原その絵が真田総合病院を舞台に様々な医療問題や患者の問題に取り組み解決していく。 看護、医療とは何かを問いかける人気ドラマシリーズとなった。新、命の現場からと題して、2004年3月から新しいエピソードが放送された。園へは第7シリーズをもって、真田総合病院を退職したが、高間病院に再就職し看護部長を務める。ロケ地は、他婚総合病院と私立水田市民病院が使用されている。共通キャスト、 命の現場からシリーズ、新、命の現場からシリーズ、新、命の現場からに番組テーマ曲第1シリーズは、ドラマ30第1弾という企画物的な扱いが、色強く、多彩なキャスティングと共に、主演である中村玉緒が歌っていた。それ以後は、プロデューサーの意向もあり、女心を歌うという趣旨から、男性歌手が歌う傾向にある。第7シリーズまでは、 歌謡曲路線であったが、通算8作目にあたる、新、命からは、ニューミュージックに路線が転換した模様。2001年12月、第7シリーズまでの脚本を担当していた、鴨井達彦の成去により、命の現場からのシリーズとしては、第7シリーズで終了したが、2004年3月から、新、命の現場からとして、新しいエピソードが放送された。 脚本は中村が以前出演した NHK 連続テレビ小説、鈴蘭を書いた清水雄生が担当し、これまでの登場人物の設定は忠実に引き継がれた。続編で2006年4月3日から放送された通算9作目かつシリーズ最終作である、新、命の現場からにも清水雄生が脚本を担当。第1第7シリーズでは、 各シリーズ4人前後の患者に焦点を当て、各患者が工作する形で描かれた。新、命では一周完結方式を取りながらも、患者間のコミュニケーションも描かれるというシリーズの伝統も踏襲された。なお、このシリーズでのお約束として、主任看護師が同じシリーズ中にそれぞれ何らかの理由を抱える形で交代していった。新、命でも最終回で、 坂本京子が産級に入るのに伴い、吉住敦子が主任代理として交代する場面があった。シリーズのナンバリングで、命の現場からと、命の現場からは、正式には、ローマ数字で表記されている。ありがとうございます。